はいどうも、達研コーチの桑田正二です。この動画では知識ゼロから3ヶ月の独学で達研に合格しました僕の経験をもとに、達研試験特有の罠の見分け方、引っかかるパターンを中心に解説させていただいております。また、初心者の方でも分かりやすくするために、専門用語を一般的な言葉に置き換えたり、正解を覚えやすくするために独自の解釈を挟む場合もあります。そのあたりもあらかじめご了承お願いいたします。 それではここで動画停止ボタンを押して一度全文を読んでいただければと思います画面が読みづらい場合は概要欄にも問題文がありますのでそちらをご覧くださいでは問題文を読んだ前提で解説させていただきますまず最初に問題文を読む際は出題形式の確認をしましょう宅検では丸探し系問題が大体いい30問×探し系問題が大体いい20問の割合でランダムに出題されてきます これは受験者を混乱させるのが目的ですので、惑わされないよう、毎回問題番号に印をつけるようにしておきましょう。ちなみに、この説分文には、誤っているものはどれかとありますので、×印をつけます。また、この4つの選択肢のうち、×が1つで、残り3つは丸だということがわかりますね。それらの情報を頭に置いて選択肢を読んでいきましょう。 今回は問い六債権譲渡に関する問題となっています。債権の問題はよく出題されるのですが、譲渡の問題はあまり見た記憶がないので、これも珍しい出題内容でしたね。この問題は具体的にどういったストーリーなのか頭にイメージして解いていくことにしましょう。では選択肢1です。まず債権とは売掛金がこの場合当てはまるでしょう。例えば、グローブを大量に売って納品しましたので、月末にまとめて払ってねと約束したお金を払ってもらう権利のことですね。 この権利に上渡制限がつけられているのが今回のケースとなります。買った人からすると、あなたに直接払いたいので、この権利を誰かにあげたりしたらダメですよと決めているものですね。ところが、この債権が他の人に渡された場合、一体どうなるかということです。まず、本市の言っている通り、払わなくてはいけないお金は存在したままになります。そして、お金を払う側、つまり債務者にとっては、 あなたに直接払いたいという意思を尊重してもらえずに他の人に渡されてしまっていたので他の人には払いませんと拒否はできるんですね。でも払う義務は残っているんです。ではどうするのかというと、教託所に教託して義務は果たしましたよとすることができるんですね。これは債権者が受け取りを拒否した場合と同じ措置ですね。債権者に払えない状況となっているので代わりに行政機関に預けておくことで支払い義務を果たしたことになります。 ということで、この選択肢1の内容はこの通りでセーフでした。丸をつけておきましょう。続きまして選択肢2ですね。これはどういうことかというと、月末に支払いますと決めていて、まだ付き始めだった場合、まだ支払い期限が来ていませんよね。このように、まだ債権者側が取り立てできる状態にない売掛金を他人に譲渡した場合、どうなるかということですね。これは譲り受け人はその後に発生した債権を取得できます。 ですので、本誌の文末がアウトとなります。選択肢に罰をつけておきましょう。よくドラマとかで、こわもての借金取りが取り立てに来るシーンがありますけども、あれは、債権が発生してない時点で借用書の譲渡が行われ、支払い期限が来てから取り立ててやってきているというプロセスを踏んでいるかもしれませんよね。続きまして、選択肢3ですね。これはいずり受け人が悪い人の場合ですね。法律用語で知っていることを、 法律用語で知っていることを悪意として表記されることがあります。本詞の場合はそのケースですね。この売掛金は譲り渡してはいけないものだと知っていて受け取った譲り受け人に対して払いませんよと言えるのかということですが、これは拒否できるんですね。その根拠としては、 誰にも売掛金を渡さないって約束してたのに、約束破ったので、このお金を払う約束はなしにしますと、債務者は主張できるので、当然その向こうの債務を受け取った悪意の譲り受け人に対しても支払いを拒否できるということですね。ですので、この選択肢3の内容はこの通りでセーフでした。丸をつけておきましょう。では最後の選択肢4ですね。本誌の内容は、売掛金を誰かに渡すときは、相手に通知するか承諾をもらわなければなりません。 さらに、この事実を債務者以外の人に対しては、譲渡を確定した日付の証明がなければ主張はできませんよというもので、その通りです。セーフです。選択肢4に丸をつけましょう。以上のことから選択肢2のみがツでしたので、この問い6の正解は選択肢2と判断できました。僕はずっと借りた人に返済するのが当たり前と思っていましたが、 返してもらう権利を譲り渡したりできるようにして流動性を持たせたことでトラブルが続出になってこんなややこしい決まりが作られたんでしょうね。学生時代にたまにちょっとごめん100円貸して。あとあいつにこの間100円貸してたからあいつから返してもらっといて。などとちょい面倒なお願いしてくるクラスメイトを思い出しました。はい。ということで今回の解説は以上となります。 この卓剣対策動画シリーズでは確実に取れる問題を落とさないをコンセプトに手短に解説させていただいておりますので他の動画もぜひご覧いただければと思います。それでは今回は以上をもちましてゲームです。お疲れ様でした。